皆さん、こんにちは。太平洋人材交流センタープレックスの瀬戸口と申します。今日も、ご覧いただきましてありがとうございます。今日は、今、提示してますように、今日から3回シリーズで外国人技能実習制度ということで SDGs 達成 ESG から考えようというテーマでゲストをお迎えしてお送りします。今日はですね、ちょっとスタートの仕方を変えまして、最初にプレックスの紹介をしたいと思います。簡単に行います。すいません、私はいつも出てますが、プレックスの瀬戸口と申します。よろしくお願いします。で、まずプレックスのご紹介なんですけれども、ここにございますように、公益財団法人太平洋人材交流センタープレックスと申します。で、32年前に設立をされた団体ですけれども、ここにありますように、ビジョンを、達成するために、この2030に向かっては、取り組んでいこうとしております。で、通常は途上国の行政官ですとか企業の関係者の方を対象にした研修を日本でやっているんですけれども、去年からコロナで皆さん来日できないという状況です。で、今、主に遠隔での研修を実施しております。事務所は大阪の上本町にあります。で、先ほど申し上げましたように、これ10年、2030年に向かってビジョンを達成しようということで、特にこの活動、ところはですね、この2番目に挙げてます、ダイバーシティの実現をしようと、関西国際課の中でダイバーシティを実現しようということで、いろんなこれに関わる、方々に登場いただいてお話を伺って、皆さんに最終的にいろんな情報提供とつながっていただきたいなということで行っています。はい。で、ところはオンラインで出会ったり、知ったりつながるとこということで、と言います。また月に1回ぐらいのペースでこういう形で進めていきますので、お願いします。ウェブサイト、SNS 等も、発信してますので、またぜひプレックスで検索してご覧いただけたらと思います。では、一旦共有を切りまして、今日の登壇者、皆さんカメラオンにしていただけますか？お願いします。はい。今日はですね、この4名でお送りします。で、ゲストはワールディングの池堂さんです。よろしくお願いよろししくお願います。します。プレックスは、中山さん、それから前田さん、この4名でお送りしたいと思います。じゃあ、ここからは、千穂さん、前田千穂さん、お願いします。はい、皆さん、こんにちは。梅雨の晴れまで、関西はとっても暑い日が続いておりますけれども、皆さん、体調の方は大丈夫でしょうか？今日はですね、ワールディングの池野さんをお招きして、お送りしていきたいと思うのですが、まず池野さんに自己紹介としていただきたいなと思いますので、自己紹介と会社の説明をよろしくお願いします。はい、わかりました。今、スライドを映します。こちら見えていますでしょうか？ ははい。い。で、まずですね、私の自己紹介からさせていただければと思うんですけども、Facebook の方に投稿させていただいている通り、新潟で生まれてですね、で、大学は東京に行き、で、前職ベトナムで働いておりまして、で、そこでいろいろ人材の課題だとか外国人との競争というところに課題感を感じて東京に戻ってきて、今ワールディングという会社で働いております。で、ワールディングという会社なんですけれども、ご覧いただいている方の中でご存知の方がいたら本当にありがとうございますというところですが、簡単にご紹介させていただければと思います。で、ワールディングはですね、多文化共生社会の創造というところをミッションに、国境を越えて挑戦する人および企業を応援するというところを事業として展開している企業でございます。で、ワールディングという社名はですね、ワールドと、イング、進行形のイングではなく、ウィング、翼のウィングですね、という言葉をくっつけた造語です。
で、ウィングというあの言葉にあるあの、まあ、羽ばたくと、世界羽ばたくというあのイメージと、あの守るという包み込むという守りのイメージを、あの国を越えて挑戦する人と企業の方々に授けられるような企業になるという覚悟を表した社名になっております。で、当社はですね、あの2003年にできたまだ若い会社でして、今9年目の会社になってます。で、本社は東京で、支社が愛知、大阪で、あとベトナムにハノイに拠点がございます。で、多文化共生というところもありますので、まあ、まずは社内からあの、まあ、ダイバーシティ&インクルージョンを進めるというところで、まあ、160人今社員がいるんですけれども、そのうち大体3割ぐらいが外国籍の職員、中国、ベトナム、ミャンマー、インドネシア、フィリピンというところですね。で、そのうちの、あの、まあ、管理職のうち 10% が外国人というところもあります。で、あとは女性の職員も、あの、実は男性よりも女性の方が多いという会社でして、管理職もあの半数以上が女性となっております。で、まあ、国籍とか性別だけではなく、年齢もですね、あの若い新卒の22歳からあのシニアの方々まで、まあ、広い幅広い年齢 の, あのチームであの支えているという形です。で、事業としては、あの 多文化共生社会というお話をさせていただいておりますが、その日本におけるその多文化共生社会の実現というところのために、主に大きく3つのステークホルダーの皆様を支援しているという形をとっております。で、まずはその、外国人の方を雇う、雇用するあの外国人の受け入れ企業の方々で、2つ目が、あの、まあ、これは少しあの範囲が狭まる今日の、講演の内容にも関係する技能実習生だとか、新しく在留資格でできた特定技能外国人といったところを支援する機関、団体の方々を支援しているというところですね。で、最後はあのそうしたあの主体をですね、業界だとか地域という大きい枠でフォーカスして支援しているような業界団体さんとか、あの都道府県といった地方公共団体さんと一緒にあの仕事をしたりしております。ですね、やっぱりあの外国人共生においては、あの仕事だけではなく、どうしてもその生活課題とか、まあ、言語ギャップみたいなところでこう障害を感じている外国人が多いと、うん、いうところがあって、まあ、あの出入国在留管理庁のホームページとかでも調査が出てるんですけれども、まあ、そうしたところですね、あの日本語という語学の部分を、あの何でしょう、多言語で、安全だとか生活っていう行動指針をまとめた、あの週刊じゃない、ごめんなさい、月刊誌だとか、あとオンラインであの日本語の講座をやったり、 OPI という資格を用いて、そのそもそもその日本語がどれぐらいのレベルかというところを専門的に判断した上で、まあ、オンラインの日本語講座を個別に行っていくという語学のサービスだったり、まあ、生活の部分で、まあ、これもまた同じくオンライン ICT を用いて、あの病院とか、うん、あの行政の手続きとか、そういったところをサポートするというところを行っております。うん、ちょっとあの当社のサービス内容を話すとですね、もう30分どころか1時間終わってしまうので、あの詳しいお話はまたあの、はい、ご連絡をお問い合わせいただければと思いますので、はい、はい、お願いいたします。はいはい、以上がワールディングの紹介でした。ありがとうございます。大事ですね。あの私の友達でも外国人の人がいるんですけど、すごい大事な書類が日本語で届いたりして、うん、これは外国人の人たち困るだろう、私がいてよかったなってその時は思いましたけど、初めてあの私と池谷さんが会ったのは、あの私が大学3年生の時で、あのその時羽ばたく株式会社というところでご一緒していて、その時からあの池野さんはもうベトナムに行かれたり、ベトナム事業に関わられたりしていたので、あの今回お声掛けさせていただきました。ありがとうございます。はい、10年ぶりですね。10年ぶりですね。はい、不思議な感じなんですけど、あの今日のタイトルがですね、あの SDGs 達成、 ESG から考える外国人技能実習制度というタイトルになっているんですけれど、あのまずさらっとあの外国人技能実習制度ってどんなものですかっていうのを紹介していただいてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。で、まあ、あの今日の話、人権とビジネスというところで外国人技能実習制度というところなんですけれども、うん、おそらくあのご覧になられている方というか、大半がその外国人技能実習制度という言葉自体は、まあ、聞いたことがある方とか、実際に技能実習生を活用されているだとか、
まあ、知ってる人が多いという前提でお話しさせていただきますね。で、技能実習制度のポイントはもうここに書いてある通りで、制度の目的は技能移転なので、労働力不足のために人を雇うという話ではないですよと。あくまで国際貢献制度という前提で活用していくというところがもう一丁目一番地になってます。で、その上で、ただその雇用をしていく上で、派遣ではなく企業が直接雇用をしていくというところになってくるので、日本のその労働法令、労働関連法令にのっとって行っていかなければいけないというところで、技能移転という話になってくるので、技術をどれぐらい習得しているかというところで、日本に滞在できる年数が決まってくるというところですね。なので、社内でちゃんと技能実習生を教える体制ですね、技能と生活を教える体制を整えた上で技能実習生を受け入れるというところが、ポイントになってきます。で、技能実習制度に関しては、その技能というところになってくるので、職種が細かく決められています。なので、例えば、建設業の何でしょうね、壁紙を貼るという職種で受け入れた方が、全然関係ない農業に従事するといったことはできないという形になっています。で、あとはですね、教えるというところになってくるので、従業員数に基づいて受け入れ人数が制限されているというところもポイントになってきます、はい、ざっくりとこういった形ですね、はいはい、ポイントとして。ありがとうございます、はい、私も農業のアルバイトをしていた時、たくさんの技能実習生たちと働いていました。で、はい、コロナのことがあって、技能実習生は今来れてるのかなとかも、日本に行って帰らなきゃいけなかった人、帰れているのかなというのがすごい気になっているんですけれど、今、技能実習生たちはどうしているんでしょうか。数とか減ったり増えたりしてるんでしょうか。今ですね、ちょっとそれもまた資料、これ見えてますかね。ちょっと、はい。はい。で、結局コロナ、2020年の3月に、コロナがこう世界的に広まったという WHO が緊急事態というところで出して、で、日本が4月ですかね、緊急事態宣言を出してから、入国制限が世界中、日本も含めて世界中で始まりましたと、っていうところに伴って、技能実習生として来るというところもかなりストップしたという形ですね。で、どうしてもその産業界とか技能実習生をっていうところで一旦は入国してきたんですけれども、またこういう状況で緊急事態宣言というところで入国制限が再開され、また入ってこれないという状況になってますと、で、出国のところもですね、例えば全体的にの流れもそうなんですけれども、実習生に限ってみると、国籍によって全く出国できない国っていうのもあり、例えばベトナムなんかはもうずっと、今までその月間で数千人帰国していたというところが、もう数十人とか百何人っていうレベルでしか帰国できなくなって、本来その帰るはずだった人たちが毎月毎月帰れないという状況がこの1年半ぐらい続いているという形ですね。なので、国内でも数万人ぐらい滞留者がいるんじゃないかというふうに言われています。で、ちょうど今日もですね、帰国をしたいということで、ベトナムの大使館だとか、あとベトナムの旅行会社とかっていうところが、チャーター便とか大使館便という形で飛行機を手配してはいるんですけれども、ベトナム政府側の事情で急に乗れなくなるみたいな話があって、ほんの30分前ぐらいに私のお客さんで帰ると言っていた人がですね、急遽乗れなくなり、もう一回 PCR 検査を受けて、またいつ乗れるかわからないみたいな状態ですっていう電話がちょうどタイムリーですが来ましたね、という状態です。そこを突っ込みたいところですね。なんか今日の趣旨と今日の趣旨と全然違うんですけど、その人たちがこう帰れなくなった時に企業でもう一回働かせてもらえるのかとか、
あ、そうですよね。今質問してくれてますけど。そうですね。全くおっしゃる通りで、その帰国困難な実習生、まあ、外国人に対しては留学生とかも同じですね。うん、その特定活動という在留資格を特別に付与されて、うん、就労何ヶ月間、半年間とか4ヶ月とか、うん、まあ、期間はあるんですけれども、就労をすると、うん、在留資格が付与されています。ただ前田さんが今おっしゃった通り、その会社さんで働けるかどうかというところに関しては、うん、コロナの状況で経営状態が悪化して、うん、これ以上人がっていう会社さんもたくさんあると思います。産業によっては、うん、全く事業が、うん、停止してしまったとかっていう会社さんもあるので、まあ、そうした、うん、企業さんで働いてた実習生に関しては違う企業さんを探すというところも、うん、選択をしなきゃいけないというところですね。で、当社も、うん、まあ、お客さん全国でいろんな業種にいっぱいいるので、そうした、はい、なんでしょう、帰国困難で働けなくなった実習生とか、うん、外国人の方を、まあ、違う会社さんに紹介するというところもやっておりますし、入管自体もですね、そうした斡旋というところを国としても動いているという状況ではあります。うん、すごい大事なお仕事ですね。本当に外国の人たちはしっかり守られてほしいなと思うんですけど、はい、今じゃあその技能実習生が来られないからこそ、企業の方々は今受け入れる準備をしっかりすることができるんじゃないかなと思うんですけど、企業の方々が技能実習生を受け入れる上でこう気にしなきゃいけないポイント、特に人権のポイントとかあれば、うん、ぜひご共有いただければと思います。はい、そしたらまたスライドに戻って、今回その人権とビジネスという視点で外国人技能実習制度のお話をさせていただくということでテーマを設定しました。で、あまりこの人権とビジネスで技能実習制度をみたいな話をするものってないと思ったので、ちょっと結構力入れて資料を作ってしまったので、ちょっと時間内で終わらない可能性があるので、ちょっと終わらなかったらまたですね、別の機会でお話できればと思いますので、簡単にサクッとお話しさせていただきます。はい、でテーマとしては人権とビジネス、なぜ人権とビジネスかというところと、その中でもなぜ技能実習制度かというところと、まあ、どういった事例が企業様であるかという3つの視点でお話しさせていただきます。で、まずですね、人権とビジネスという言葉の前に、結構今社会的なそのムーブメントとして SDGs だとか ESG 投資みたいな言葉、日本人が大好きな横文字ですね、横文字がメディアで取り上げられているという形です。で、どうしてもその脱炭素社会だとかエコロジーとか、まあ、どうしてもビニール袋みたいな話とか京都議定書の流れだとかっていう文脈でエコみたいなところが多いんですけれども、よく見てみると人権の話だったり労働の話っていうのが入っているという形ですね。で、結構まあ、会社さんによってはそうしたところを SDGs だからといってこのロゴですねをホームページに貼ったりだとかっていうことをしてるんですけれども、そもそもなんで持続可能っていうところに人権という概念が入ってるかというところをしっかり、まあ、バックグラウンドをですねちゃんと身につけた上で考えていくというところが重要になってきますので、一回そこをちょっと振り返ってみますと。で、大きな流れとして3つですね。まず国際分業体制というふうに書きましたが、グローバル化でその国際分業が進んで、その途上国で、まあ、工場をいろいろ作って、で組み立てた製品を先進国でみたいな流れですね。国際分業体制の中でその途上国内での人権問題というのが発覚したというのがフェーズ1ですね。で、ここでいろいろな多国籍企業、大きい会社さんの製品の不買運動だとか訴訟っていうのがかなり社会問題になったというところがあります。で、その後に国際機関がですねそうしたところを改善しようというところで基準を策定したと、まあ、ILO だとか国際連合が今書かれているこれですね、ちょっと一つ一つずつ話すると終わってしまうので、まあ、こういった基準を策定して、でそれをもとに国家、まあ各国ですね、日本も含めて先進国ないし途上国各国だったり企業が個々に
行動計画だとか基準を策定したという流れがあります。でフレックスの皆様には先んじて資料をお送りしているので、これは何の数字でしょうかって言っても答え分かっていると思うので、はい、ナイキですね、靴のナイキが海外の工場で人権侵害行為が発覚して、でそれによって不買運動が起こったと。でその不買運動によって、機械損失をした売上金額の概算というところで、私が出した数字ではないんですけれども、だいたい5年間で1兆円以上その損してますというところがあります。なのでその人権というところを、人権というとどうしてもなんでしょうね、ネガティブなそのコストというふうに見る方も多いと思うんですけれども、売上とか企業活動の利益の部分にも直結するような話ですよというところは前提として持っていなきゃいけない部分かなと思っています。でですね、どうしてもその人権という話になってくると、経営リスクでいうと、いろいろなそのステークホルダーから、いろいろなリスクがありますよという話ですね。消費者からは今言った不買運動だとか、企業イメージが低下するっていうところのレピュテーションリスクで、そういったところに関連して株主とか投資家から見放されるという言い方はあれですけども、株価が低下したりだとか、で金融機関も今ESG 投資は株価ですけど、インパクトファイナンスみたいな形でESG みたいな視点で融資をどうするかというところが進んでたりするので、そうした融資が、拒否というか、そういう融資を人権とビジネスを考慮した方が得やすいですよというところだったり、であと、サプライチェーン上の流れで取引先から取引停止を食らったりだとか、メーカーとして調達不能になったりっていう話で、何よりその中の従業員の方々からストライキが起きて製品作れないだとか、損害賠償請求されて何億円何兆円の損害賠償請求されるだとか、そもそも人が集まらなくなってしまうだとかっていうのも本当に大きなその経営リスクがあるというところがあります。なので人権とビジネスというところに配慮して経営戦略ないし事業戦略を立てなきゃいけないというところは、社会の大きな流れかなと思いますというところですね。なのでまとめるとその、人権外国人活用という視点で人権分野というところを語るときに、まず CSR コーポレートコミュニケーションの視点というところと、経営課題として考えていきましょうというところがあります。サクサクいきますね。この中でもその外国人技能実習制度というところが何でかというところなんですけれども、ちょっと職種の話は先ほどもお話した通り、外国人技能実習生って今日本で40万人超、41万人ぐらいいるんですけれども、かなり職種がですね、いろいろな職種があり、かなり我々 の、 生活に密着している産業で働いていると、いうところはもう大前提として考えなきゃいけない部分だと思っております。なのでこの40万人がいなくなったらどうなるかとかいう話も結構恐ろしいですね。そうですね、考えなきゃいけない視点ですし、そもそも技能実習生というよりもその国際的な移民、国際移民という移動、人が移動するという概念で日本が選ばれているかどうかみたいな視点も持って考えなきゃいけない部分かなと思っていますね。で一方でそうした受け入れの部分に関して、今移民という言葉を使いましたが、日本政府として移民は受け入れないという言葉を使い、技能実習制度だとか、各種在留資格を設定しているというところがまずあります。で外国人技能実習制度はですね、結構その国際的な評価としてはあまり良くないというか、ネガティブな、形で取り上げられていることが多いです。であとはですね、日本のニュースでよく実習生を活用している企業の何割が法令違反をっていうニュースがよくありますが、そもそもその日本全体を見たときに実習生に限らず法令違反している会社さん多いんですよというところとかもですね、しっかり背景としては押さえるべきポイントかと思っております。なので外国人の実習生の活用をコンプライアンスをちゃんと整えて法令遵守をするというところと、人権とビジネスというところで企業価値を上げに行くと
いうところを合わせていくというのが、まあ、結構重要ですというところで、外国人技能実習制度の中での人権とビジネスという文脈を今回取り上げるという話をしてみました。はい。でですね、でその受け入れにあたっては、基準を制定して、どういった基準でどういうふうに受け入れをするか、でそれをどうやって集約するかみたいなところは、まあ、これ当社で使っている資料なんですけれども、細かいので飛ばしますね。まあ、これぐらい考えてやらなきゃいけないですよというところがありますという話ですね。うん、はい。コンプライアンスと、人権リスク管理基準を満たすという2点がポイントになってくるというところですね。はい。事例はどうしましょう。一旦ここまでで。はい、事例までいけないかもしれないですね。そうですね。ちょうどJP 未来っていうところで、大企業の方がサプライチェーンのもう末端まで技能実習生を見の存在を見て、どのような労働環境で働いているか見るっていうことを、こう取引先さんから気にされるっていうお話がありまして、はい、ちょうど その話とこうマッチして、ああこういうことかっていうふうに思ったんですけれど、瀬戸口さん、はい、何か質問がありますか。質問というか、まあ、感想コメントになるんですけど、やっぱりだからビジネスって考えたときに、その結局物を作るにしても売るにしても運ぶにしても、いろんなところにたくさんの人が関わっていて、で今の日本の企業とか日本において、そこに今実習生も含めて外国の方っていうのも不可欠な状態になっていると、そう思うと、まあ、いろんなところに関わる人たちの、まあ、人権とか、そこをビジネスの中でどう位置づけて経営するのかっていうのは、もうベーシックな多分こう踏まえておかないといけない価値観になってるんだなっていうのを改めて今感じています。はい、ありがとうございます。中山さんも一言いただけますでしょうか。ミュートですね。はい、すいません。やっぱこれはなかなかすぐには解決できる課題ではないと思うので、地道にこう、やっていかないと、成果としてはすぐにはなかなか出にくいかもしれません。でもこれを、この制度を続けていく上では、実際その制度を生きている外国人の方が日本に来てよかったなと思えるような形になってもらうのが一番だと思いますので、そういう活動に私どもちょっと貢献できればなと思いました。以上です。はい、ありがとうございます。まあ、今日池野さんに概要をお話しいただいて、来月、再来月、実際に企業の方に受け入れている、技能実習生を受け入れている企業の方にお話を聞く機会があるんですけれど、まあ、池野さんに一つ質問で、まず企業の方が一つ取り組むとしたら、何からこう、人権の部分とか、技能実習生の対応とか、何からこう、始めたらいいでしょうか。まあ、人権の部分から始めるというよりも、その、まあ、どこのフェーズに自分たちがいるかというところから始めることが重要かなと思ってます。外国人を雇う段階なのか、もうすでに雇っている段階なのかでも、すでに雇っているのであれば、その雇っている外国人の方がどういう気持ちなのかとかをヒアリングすることをしているかどうかとか、先ほどダイバーシティインクルージョンっていう話しましたけれども、そうした施策をですね、他の会社さんがどういうことをやっているかっていうのを情報収集したりだとか、自分たちは何ができるかっていうところを考えるというところの意識醸成というところが結構大事かなと思っています。ことさらのその人権というと、どうしてもその権利みたいな話になってきて、その何でしょうね、その個々人の対立だとかっていう話になってくることもあるんですけれども、まあ、インクルージョンというところで、もう多様な人がいかに活躍できるかという環境を整えるかという視点が一番重要なので、そうしたところを経営から現場の方々まで考える機会を作っていくというところが、まずはその企業個人としてできることかなとは思っています。はい、ありがとうございます。というわけで、30分早くも経ってしまいまして、もっと詳しく、もっと詳しく聞きたいという方は、池野さんに直接ご連絡してくださったらなと思います。はい、一応ご連絡フォームも今こう携帯でパシャッと持っていただければ。はい、
届くのでお願いしますという、はい、コメント欄にもリンクを貼ってありますので、皆さんそちらからもアクセスして、はい、よりワルディングさんのこととか、人権と技能実習生のこととか、学んでいただけたらなと思います。で、今日は池野さんにお越しいただいたんですが、先ほどもお話ししたように、来月7月と8月は、実際に技能実習生を受け入れてらっしゃる企業、関西の企業の方にお越しいただいて、まあ、どんな取り組みしてるかとか、どんな方を受け入れてるかとか、まあ、いろいろお聞きしてできたらいいなと思っているので、皆さん2ヶ月連続でご参加いただいて、それでもう一回池野さんのお話に戻ってきていただいたらいいのかなと思いますので、今日は、このようなところで終わりたいと思います。池野さん、最後に一言お願いします。はい。ここに書いてある通りにはなります。環境でいうグリーンウォッシングみたいな形で、環境配慮しているふりをするだとか、上辺だけの訴求活動を行うみたいな造語で広まってますが、そうしたものの、人権版みたいな形で勝手に作った人権ウォッシングみたいなことがないように考えていくというのが大事だと思っておりますので、うちはどうなのかとか、どうしたらいいんだろうみたいなものって、なかなかこう外国人活用ってニッチマーケットで比較しづらいというところがあるので、お気軽に迷ったときはご相談くださいというところですね、はい。はい。本日はありがとうございました。はい。本日は皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。池野さんもありがとうございます。はい。ありがとうございました。はい。はい、皆さん、良い午後をお過ごしください。ありがとうございます。はい。